フランスで導入が進んでいる付き添い犬被害を証言するときに寄り添ってくれる存在ですもっとストレスを感じてあまり話せなかったかもしれないですでもオルコがいたからしっかり話せました愛らしい姿で緊張を和らげてくれる犬たちの活躍を追いました カメラとマイクで会話は収録していますあなたのことを知りたいから好きなことを教えて動物が好き前は犬を飼っていたんだけど両親が離婚して今はいないの病院で捜査員と話しているのは14歳のレアさん以前性的暴行の被害を受けました 隣の部屋では心理学者や医師たちが見守っているものの取調室では捜査員と二人きり極度の緊張の中つらかった当時の状況を思い出しながら話をしなければいけませんそんなレアさんの傍らでぴったりと寄り添っているのは5歳のゴールデンレトリーバーオルコです フランスでは2019年以降司法の場において付き添い犬の同伴が認められています <laughs> 被害者の不安な気持ちを和らげる役割を担っているのですもっとストレスを感じてあまり話せなかったかもしれないです。でも オルコがいたからしっかり話せました取り調べが終わってからもレアさんはオルコのそばから離れませんでしたオルコはこの日性的暴行や強盗などで被害に遭った3人の子供たちに付き添いました 聞き取り中にオルコがおならしたの本当<ん>緊張がほぐれたから心の支えになるわ誰かと面と向かって話すのは彼女たちにとってとても難しいことでしたもしオルコがいなければもっと大変だったと思います被害に遭った当時のことを話すのは 追体験につながり心の負担にもなります被害者は捜査員よりも犬に視線を送ることが多いです質問するとこちらを見ずに犬に話しかけるのです被害者とのコミュニケーションを生み出すきっかけ付き添い犬は捜査員にとっても証言を引き出す大きな助けとなっています 付き添い犬になるには、2年にわたる特別な訓練が施されます。訪ねたのは、アンディ・シアン。障害のある人を手助けする介助犬やセラピー犬、そしてオルコのような地方の付き添い犬などを育て、貸し出す教会です。 この日は四頭の付き添い犬が訓練をしていました五歳の子供が横に座っているときにタンデムが立ち上がると犬の頭はこのように子供の上になり驚かせてしまうかもしれませんなので犬がすぐにソファーから降りるのが大事です付き添い犬は五十を超える指令を身につけていて 数時間もの間、じっと、動かずにとどまることもできますこの教会では毎年250頭ほどの子犬が加わりますが去年、司法の付き添い犬としてデビューしたのはわずか7頭でした特に共感力に優れた犬です感受性が高く、人 特に子供に寄り添う性格を持っています人が感情的な時に寄り添ってくれる自然の能力を兼ね備えています導入から去年までの5年間で13頭の付き添い犬が活躍大人も含め1000人を超える被害者に寄り添ってきましたフランスの法務省は聞き取りの場だけでなく国内のすべての裁判所にも 付き添い権を導入することを目指していて毎年20頭ずつ新たに加える予定です国人も含めた関係者は裁判所における被害者支援の取り組みを尊重していると思います被害者の気持ちに寄り添い不安を和らげてくれる付き添い権